どうも、最近弓木奈緒さんが乃木坂工事中で発言するたびに笑ってしまう底辺鳥です。今回はそんな弓木さんのヤバすぎるエピソード6000について紹介していきます。 1. 実は大家族で実家がお金持ち。京都出身の弓木さんは姉が1人、弟が3人、妹が2人という7人兄弟で、実家では祖父母を含めて11人家族ということを乃木坂に加入した初期の頃に明かしていました。また実家に応接間があったり、7人いる子供たち全員が自分の部屋を持っていることなども語っていて、相当な豪邸なのではないかという噂も出ていました。しかしながら実家がどのような家柄なのかはしばらく語られずにいましたが、2022年10月に放送された踊るさんま御殿にゲスト出演した弓木さんはあっさりと実家が畳屋さんであることを明かしていたのです。また番組では弟子が2人住んでいるとも語っていて、かなり歴史がある畳屋を営んでいることが明らかになり、子供全員に部屋があるという情報も納得できるものとなりました。そんな弓木さんはほとんどの兄弟が下だったこともあり、幼い頃から台所に立って料理をしていたようで、先日放送された乃木坂工事中では素晴らしい料理の腕前を披露して、バナナマンの日村さんをうならせるグラタンを作っていました。 2. ラジオでの珍発言集。弓木さんはこれまで乃木坂に加入してから様々なラジオ番組に出演していて、2020年10月からは1期生中田香菜さんの後任として金曜21時から放送されている2時間の生放送ラジオ沈黙の金曜日に芸人のアルコ&ピースさんと出演しています。しかし弓木さんは時々会話の前後関係がめちゃくちゃになることから、映画のテネットになぞらえてテネット弓木と呼ばれているため、ラジオでこれまで何度も誰もが耳を疑う発言を残してきたのです。まず2021年6月4日に放送された沈黙の金曜日で弓木さんは話の流れでアルコ&ピースの平子さんが、俺らのファンと歩んでいきたいってことと質問すると、アルピーさんのファンの方とアルピーさんと共に歩んでいきたいからと答えます。そしてこの答えに平子さんが、なるほど、得るもの2だけど失うもの8だぜと返すと、弓木さんはなぜか、セサミストリートというように話の流れを完全にぶった切る発言をしたのです。なぜセサミストリートが出てきてしまったのかというと、弓木さんは平子さんが得るものといった言葉をセサミストリートの得るもの話だと勘違いしてしまったのだと言います。このように相手が伝えたい意味とは違う意味で解釈してしまったパターンは他にもあって、2021年12月3日に放送された沈黙の金曜日では弓木さんが、私のいとこ医学部ですと発言すると、アルコ&ピースの2人が、え、現役でと驚くと、酒井さんが、兄弟というように大学名について質問します。しかし弓木さんは、違います、いとこなんでと兄弟の部分を血縁関係を示す兄弟だと勘違いしてしまい、平子さんから、いや、そっちの兄弟じゃなくてと突っ込まれる場面がありました。さらに2023年6月2日に放送された回では弓木さんが、小学校の時に銀杏ロードみたいな通りが帰り道にあってと言うと、酒井さんから、銀杏並木っていうのと、銀杏ロードという謎の発言を修正されて、平子さんからは、マリカーじゃんと突っ込まれていました。このように沈黙の金曜日で毎回のように珍発言を残しているため、皆さんももし暇があれば聞いてほしいと思います。また弓木さんがラジオで名言を残しているのは沈黙の金曜日だけではありません。同じ乃木坂のメンバーと出演するラジオでも珍発言を繰り返しているのです。まず2021年11月28日に放送された乃木坂なので、同期の筒井あやめさんと出演した際に、弓木さんは普段から温厚な筒井さんに突っ込まれる場面がありました。この時は番組内で弓木さんが、好きな匂いなんかあると筒井さんに質問した流れで、クリアファイルの匂いが好きと筒井さんが答えると、弓木さんは、私はこれ言ったら変って言わないでと前置きを加えます。すると筒井さんも、大丈夫言わないと言ってくれたところで、二条城の匂いが好きなのとまさかの答えを口にすると、さすがの筒井さんも食い気味に、変だよそれはというように鋭いツッコミを入れていました。さらに2021年6月2日に放送された乃木坂46のオールナイトニッポンでは、パーソナリティを務めていた2期生の新内舞さんと会話をしていた流れで、一人暮らしの寂しさについての話題となります。そこで新内さんが、今友達がいるから寂しくないんだなって思ってるのと語ると、弓木さんは、家にですかと、この時点で少し話の内容からずれた質問をします。それでも新内さんは優しく、家にじゃないよ、いつでも会える友達が何人かいるから寂しくないけど、常時友達いるっていうのはと話している途中に、いきなり弓木さんが、ジョージさん誰ですかお父さんと割り込んできて、先ほどの兄弟と同じように今度はジョージの部分を人の名前と勘違いしてジョージさんと言ってしまったのです。このあまりにも天然な発言にはしばらく新内さんも笑いが止まらず、弓木さんはその間も全く新内さんが笑っている理由がわからないようでした。また2023年5月14日に放送された乃木坂ののでは、5期生の小川彩さんが MC を務めた回にゲストとして出演しますが、後輩を珍発言で困らせてしまう一幕もありました。ラジオの中で弓木さんは、現在15歳で4月から高校1年生になった小川さんに対して、高校で友達できた？と質問します。すると小川さんは、友達ができないんですよと答えます。すると弓木さんは、でもうちら友達だよみたいに言ってくるでしょと返すと、小川さんは、いや全然ですと答えていて、ここまでは普通の会話が成り立っていたのですが、次に弓木さんはなぜか、学校でどういう役職なの？という質問をしてしまい、小川さんは、
役職と頭にハテナマークが浮かんでいるのが目に見えるような声で戸惑っていました。後輩からすると安易に突っ込むことができないので、ゆみきさんと2人での会話は練習が必要かもしれませんね。それでもこういった破天荒な発言がゆみきさんの魅力なので、5期生には先輩後輩関係なくどんどん鋭い突っ込みを入れていってほしいですね。皆さんは今回紹介した以外にゆみきさんのラジオでの珍発言で印象に残っているものはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。3、公式お兄ちゃん、バナナマンとの絡み。こうしてラジオで存在感を見せていたゆみきさんは、徐々に公式お兄ちゃんのバナナマンと絡む場面も増えていきました。その中でも2022年2月に行われた乃木坂46時間テレビでバナナマンの2人がゲスト出演した際に、ゆみきさんは2人との絡みで存在感を示すことになります。この46時間テレビでバナナマンの2人はバナナマンとメンバーが選ぶベストソング歌謡祭という企画に出演していました。そこでゆみきさんが僕がいた場所という曲に関するエピソードについて話を振られた際に、ついこの間って言っても最近なんですけどと話を始めると、早速設楽さんから、ついこの間って最近合ってるよとツッコミを受けます。そしてゆみきさんは続けて、生田絵梨花さんっていう先輩のというように、バナナマンの2人がいかにも生田さんのことを知らないかのような口調で話すと、日村さんからは知ってるわと突っ込まれ、設楽さんからはお前らより付き合い長えわと綺麗に2人から突っ込まれていました。しかしゆみきさんの暴走はこれだけでは収まらず、生田さんはまだご存命でというように、またしてもトンチンカンな言葉を残すと、日村さんは当たり前だろ、鬼は敬意よあの子と突っ込み、設楽さんはおいおいあいつやばいぞとバナナマンの2人も思わず驚いてしまうような発言を連発して笑いを見続けていました。正直アイドルがこういう発言をするとわざとらしいと思う人もいるかもしれませんが、ゆみきさんに関しては常に真面目な表情で珍発言をしているところが誰からも愛される部分なのかもしれませんね。またゆみきさんは先日放送されたバナナマンの2人にプレゼントをあげる企画で、プレゼントを誰があげたか明かしてはいけない場面で、日村さんからゆみきだろと名指しされると、違いますと素直に答えてしまい、焦る姿が見られていました。その後ゆみきさんは私はデブだとは思っていませんと言うと、設楽さんが思ってないだけでデブだろと突っ込みます。それでもゆみきさんはガリですと言い張ると、設楽さんはじゃあ俺は何なんだと問いかけます。するとゆみきさんはめちゃガリですと独特な返しをして、スタジオ中を爆笑の渦に巻き込んでいました。ここ最近では毎週のように乃木坂工事中でバナナマンの2人から話を振られる場面が増えてきていて、その度に爆笑を生んでいるので、ゆみきさんに話を振れば笑いを生んでくれるという信用を掴んだのかもしれませんね。4、実は1期生の和田真彩と高校の同級生、かなりクレイジーな一面があるゆみきさんですが、現在24歳で乃木坂の中ではお姉さんメンバーの一人となっています。そんなゆみきさんは乃木坂に入ってからすぐに1期生の和田真彩さんと高校の同級生であることが判明していました。乃木坂の中では先輩後輩の関係であるものの、2人は真彩、奈緒と呼び合っていて、実際に和田さんが通っていた高校にゆみきさんが転入生として入り、途中から同じクラスになったこともあって仲良くなったのだといいます。またこの2人は少しおバカなところにも共通点があり、2021年8月1日に乃木坂工事中でメンバーで最もおバカなメンバーを決める第3回頭脳王決定戦が行われ、ゆみきさんは初代頭脳王でもある和田さんを抑えて最下位となっていました。この時和田さんは一番下のバカなクラスに名を思いましたと高校時代のエピソードを語っていました。1期生と4期生の立場で高校の同級生というのはなかなか複雑な感情を抱きそうですけど、この2人を見ていると本当に仲が良かったんだろうなと思いました。5、さんま御殿で瞑想。ゆみきさんはラジオや冠番組でのクレイジーっぷりが注目を集めたのか、徐々に有名番組にもゲストとして出演するようになっていきます。2022年10月11日には日本テレビの踊るさんま御殿に出演すると、司会の明石家さんまさんから今いくつですかと聞かれると、ゆみきさんは今私は時期にもよりますけど今は23歳ですといきなりいつもの珍発言を披露します。また番組のトークテーマは私がちょっとへこんでしまったことでしたが、ゆみきさんは緊張のせいかすいません私何話すか忘れちゃいましたと謝ると、さんまさんからはい失格ですと告げられてしまう場面もありました。こうした言動でゆみきさんは SNS に名前がトレンド入りするなどしっかり爪痕を残していましたが、本人としては不本意だったようで、収録後に3日泣きましたと相当落ち込んでいたことを後に雑誌インタビューで明かしていました。6、ヒルナンデスでもゆみきワールド全開。2022年6月9日に同じく日テレのヒルナンデスにも出演していたゆみきさんは番組中何度も爪痕を残していました。まずあの日日本で何があったというコーナーでは、20年前の6月9日がサッカーワールドカップで日本代表が初勝利した日だと紹介されます。そしてそれを祝おうと渋谷に押し寄せたサポーターに DJ ポリスが説得した言葉が
クイズとして出題されました。問題文はあなたは〇〇でしょ、だったらきちんとルールとマナーを守ってくださいというもので、関ジャニ∞横山優さんは林修の今でしょと回答します。ここで挙手したのが弓木さんで、回答を始めるとなぜか幽霊のようにおどろおどろしい声、さらに両手をだらりと垂らしながら、あなた私のこと見えてるんでしょという珍回答で一瞬スタジオを凍りつかせます。すると横山さんは思わず、何言ってるの、同じクイズやってますと突っ込んで笑いを起こしていました。また石窯焼きホットケーキを食リポする際にも弓木さんはいただきますと言いながら食べると、すごい甘い香りが鼻に透き通ってなんか鼻炎が治りそうですと、なぜかホットケーキの味よりも匂いに着目して、またしても珍発言で笑いを生んでいました。乃木坂の冠番組だけではなく、外仕事でも必ず結果を出す弓木さんには、これからも様々なバラエティ番組に出演して素の弓木さんを出し続けてほしいですよね。今回は弓木奈緒さんのヤバすぎるエピソード6000について紹介しましたが、斉藤飛鳥さんの卒婚に対する乃木坂メンバーの反応はこの動画で紹介しているのでぜひ見てください。というわけで、女性と全く縁のない僕に同情してくれる人は高評価だけでもお願いします。それでは皆さん、さようなら。